安田雅史と的場浩司と青野優希のサードベース。皆さんこんばんは、安田雅史です。もう覚えていただきましたか？的場浩司です。はじめまして、新人女優の青野優希です。この番組は若手俳優の僕安田雅史と新人俳優的場浩司、いや新人っていうか無理は先月見学に来てくださった、ひとみさんにも言われた通り、後輩が入ってきた時点で剥奪されてしまうものじゃない。あくまで僕はこう新人というキャッチフレーズでやっていきたいと思うんで新しく始まった番組でも3ヶ月を過ぎると新番組ではなくなってしまうんで、もう新人という肩書きは後輩に譲っていかないと。そういうもんなんですか？そういうもんなんです。残念です。なんか寂しそうだね。まあ軽く落ち込んでる浩司君はそっとしておいて、早速ですがゆうきちゃん、ご挨拶して。はい、プラスボックス所属の新人女優の青野ゆうきです。どうぞよろしくお願いいたします。いいよ、ゆうきちゃん。さて、この番組は本来セカンドベースなんですが、今回は新人女優の青野ゆうきさんをお迎えしてサードベースとして。番組タイトルってそんな簡単に変えちゃっていいんですか？いや、いいと思うよ。だって前に担当していた初めの2歩っていう番組でもマンスリーゲストが入られた際はなぜか初めの3歩にその月だけ突然変えられたの。そうなんですか？でもタイトルコールから参加させていただけるなんて感動です。私こういった公共放送に出させていただくのは今回が初めてで、まだ事務所に入ってすぐの新人なのに。新人だって浩司君。わかりましたよ安田さん。浩司君もしかして拗ねてるの？でもやっぱ新人っていうのはもう少し完全に浩司さん拗ねてますよ。でもやっぱり新人っていうのは大人げないわ。どう思うゆうきちゃん？完全に大人げないと思います。ああそうだ、ゆうきさんおいくつでしたっけ？23歳です。ほら僕21歳なんで先輩じゃないですか。ゆうきちゃんこういうのどう思う？残念なくらい大人げないです。どうしてですか？ラジオお聞きの皆さんもご存知の通り、我々の業界の序列は入ったもの順、年齢が上でも入ったのが後だったら後輩。知ってましたよ。知ってての悪あがきなの？ゆきちゃんどう？これ浩司さん、そろそろオープニングトークに戻られては？そうだよねゆきちゃん。はい浩司君、この番組は、あらもしかしてまだすねて。じゃあゆきちゃんここ読んで。はい、この番組は、この番組は再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますようお願いいたします。頑張れ先輩浩司君。いじってますよね安田さん。そんなことないよ。いいですよ、頑張りますよ。ってか毎回頑張ってますよ。ところでゆきちゃん、今回はなぜ僕らの番組をジャックしに来たの？番組ジャックだなんて恐れ多いです。私大事な告知があってお邪魔させていただいただけなんです。告知？そうなんだよね。それはおいおいお伺いするとして、まずは見学というか一緒にパーソナリティとして、参加しながら楽しんでいってください。はい、よろしくお願いします。安田さん。何まだ公式を引きずってるの？あの先月スタジオに来てくれた有本ひとみさんは、見学しながら次回をこうゲストって言ってたんですよね。そうだね。で、今回のゲストは有本ひとみちゃんではなく、青野ゆきちゃんなんです。いやなんで今回浩司君そんなポンコツなの？ポンコツなんですか浩司さん？イエーイ万月さ。さらっと失礼なこと言わないであげてね。すみません。いいですか浩司君。はい、今ゆきちゃんが大事な告知があるって言ったよね。はい、大事な告知がある方優先。ゆきちゃん大事な告知があるんだよね。はい、今週の金曜日、8月9日に、ゆきちゃん後でそれは詳しく聞くから。わかりました。いいかな浩司君？はい、よし。それではようやくいつものペースに戻りましたが、まずは僕安田雅史の自己紹介させていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。現在は役者として活躍しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。そしてですね、今年の9月にブルガリアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャー2019にて上映が決定した映画22世紀寓話という作品に私安田雅史出演させていただいております。現在ですね、予告編が YouTube で公開中ですので、ぜひ皆さんご覧ください。新人ではなく若手俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で、現在は昭和音楽大学ミュージカル科に在学中です。現在は少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップなどで日々勉強しております。一日も早くスタッフさん監督さんなどに的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っております。新人女優でタレント活動もさせていただいております、愛知県豊川市出身の23歳青野優希です。現在は演技のほかグラビアなどにも挑戦させていただいております。
そしてお芝居とともに大好きな歌を皆様の前で披露できる機会を与えていただきましたので、その告知も含めて今回は初ラジオ頑張っていきたいと思いますので、皆様最後までよろしくお願いいたします。それではだいぶ時間も超過しておりますが、まあ、ようやく今回の最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、まあ、指定する目的駅とその駅数が必ず往復ジャスト50にして、まあ、田端まで帰ってくるというものです。まあ、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは、まあ、意図的に変えているようにしております。それですね、今回向かった駅はですね、山形県の東根市にありますさくらんぼ東根駅です。はい、そう、まあ、なんで今回この駅に行ったかというと、はい、まあ、前回の放送でこのコーナーで、はいはいはい、まあ、あの甲子君が東北行くなら、あ、ちょっと俺の来いよって言われちゃったんだよ。そんな言い方してる。そう、ゆきさん後輩に言われちゃったからしょうがねえ、じゃあ甲子君のやっぱね生まれ育った山形県というものを、それは考慮してくださったんですね。そう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 、まあ、それもあって、まあ、本当にそうそうそう、甲子君かわいい、かわいい甲子君のために嬉しいです本当に。まあでも本当に山形県自体は本当に、はい、そろそろ行きたいなとは思っていたので、はい、まあ、今回この、ね、コーナーを機にちょっと行ってみようと思って、はい、まあ、そのリサーチしていたら、はい、面白い駅名の駅が見つけて、まあ、先ほど紹介しましたけどさくらんぼ東根っていう駅で、はい、まあさくらんぼっておすげえもうそのままついとるやみたいななんか見る限りにそ山形県の、うん、あの山形県の駅ですっていうのがさもう分かりやすいなと思ってあ、じゃあ今日これ今回ここに行こうということで、うん、まあこの駅に、行こうというふうにしました、はい、それですね、さくらんぼ東根駅の、少しご紹介をさせていただきますと、開業は1954年、昭和29年の12月1日です。もともとはですね、まあ、蟹沢駅というあれですね、あの魚介類とかの蟹に、はい、まあ、沢の沢で、まあ、そういう漢字を書く、蟹沢駅という、はい、駅だったんですが、はい、まあ、1999年平成11年でですね、はい、まあ、3月の12日、まあ、山形県新幹線の、まあ、新庄延伸の、まあ、工事のため休止しちゃったんですね、この駅には、はい、営業休止して、まあ、その同年12月4日に、まあ、さくらんぼ東根駅に、まあ、改称、はい、そして移設されて、まあ、現在のさくらんぼ東根駅というふうにできました、はい、そしてですね、この蟹沢駅の頃はですね、まあ、単式ホーム一面一線の、はい、まあ、地上駅だったんですが、はい、今はさくらんぼ東根駅になりまして、まあ、相対式のホームで2面2線を持つ地上駅となりました、はい、そして、JR 東日本によりますと、2017年度平成29年の1日の平均乗車人員は1351人だそうです、はい、そしてですね、このさくらんぼ東根駅の駅名の由来なんですが、はい、東根市がさくらんぼの収穫量が日本一であることに、まあ、ちなみ、まあ、自治体側の要望から、まあ、このさくらんぼと、まあ、自治体名の東根を合わせた駅名としたそうです。ということで、はい、まあ、そんなさくらんぼ東根駅の、はい、どういったかのルート説明に移りたいと思います。お願いします。駅は、山手線の内回りに、乗りまして、はい、まあ、田端駅から新宿駅まで行きます。ここで8駅です、はい、そして中央線快速に乗り換えまして、新宿駅から東京駅に行きます。ここで4駅そして、まあ、新幹線翼新庄行きに、乗り換えまして、東京駅から目的駅のさくらんぼ東根駅に到着ということで、はい、ここで6駅、行きは合計しますと18駅となりました、はい、そして帰りなのですが、帰りはまあ、同じ新幹線翼に乗って、まあ、東京行きに乗り換え、はい、乗りまして、さくらんぼ東根駅から、今回はですね宇都宮駅に降りました、はい、ここで8駅です、はい、そして、宇都宮線の、平塚行きに乗り換えまして、宇都宮駅から赤羽駅まで行きます。ここで20駅、はい、20駅。そして最後に京浜東北線大船行きに乗り換えまして、赤羽駅から、帰りの目的駅の田端駅ということで、はい、ここで4駅、まあ、合計しますと
帰りは32駅、まあ、往復50駅達成ということで、うん、まあ、今回はこういうルートで行ってまいりました、うん、まあ、感想なんですが、はい、まあ、駅周辺は東根市の中心部のため、はい、まあ、市役所とか、銀行や、まあ、ショッピングセンターがある、うん、まあ、郊外的な感じの、うん、街並みでした、はい、そして隣町の、まあ、神町駅というのがあるんですが、うん、はい、まあ、そこから伸びる山形空港の滑走路が、まあ、近くまで伸びているんですね、ここの駅まで、はい、で時折、まあ、飛行機が飛んでいて、うん、まあ、僕は今回新幹線で行っちゃったんですけれども、はい、あ、こんな近くまで飛行機までで行けるんだというのを行って知るっていう、うん、結構山形も多いですね。そうですね、もう聞くところによると、はい、そして、蟹沢駅の駅名表なんですが、さくらんぼ東根駅の3階にて、まあ、展示されているそうなんで、うん、はい、まあ、ぜひ皆さん行った時には3階に行って元蟹沢駅のその駅名の看板というかその標識ですね、うん、があるのでぜひ見てほしいなと思います、はい、ということで、今回ここ行ってきたんですけれども、さくらんぼは食べてないんですか。さくらんぼは、お土産でのお屋さんでちょっと食べたんです、そのさくらんぼ単体では食べてないからそうですね、ちょっと食べたいんだけど、ちょっと今回は、そう、僕もあの山形県出身なんですけど、うん、この東根、さくらんぼ東根駅まではやっぱ2時間ぐらい時間がかかるところなので、ちょっと行ってみたいなというか、こうさくらんぼ東根駅っていうところで名前もすごいもんね、うん、そうです、面白い、そうそう、面白いなと思って、うん、まさに山形って感じの駅だね確かにさくらんぼ食べてくればよかったなって今ちょっと後悔しちゃってるそうですね、まあ有名だからね、じゃあ今度、うん、あの山形行った時にはさくらんぼも食べてください、はい、はい、食べて絶対美味しいだろうね。そうですね、うん、あと飛行機の話したけれども、はい、僕あの、まあ、このコーナーやってるからっていうのも踏まえて、あの旅行って言ったら新幹線とかそういう電車を使っちゃうことが多くて、飛行機に乗る機会がそんななくて、で昔の話をしちゃうと、はい、あの高校とかの修学旅行も俺飛行機じゃなくて新幹線で修学旅行見てるから、本当にその成人するまで飛行機乗るっていう経験がなかった人間で、本当大人になってから飛行機乗ってなんか大人なのにワクワクしてる自分がいるっていうそういう子供っぽいところがあるんで。そうですね、コシ君とか乗る？飛行機は最近全然乗らないんですけど、僕はあの安田さんとはあのちょっと違うんですけど、うん、あの普通に家族で旅行に行くとかはありますね。家族で行くときに飛行機に乗って、僕 あの家の近くに庄内空港っていうところがあって、そこからあの1本でこう東京まで行けるので、すごいありがたいところにあって。確かにそれはいいね、うん、近くに飛行機があるといいね、ガンガン音聞こえてきますまあでも飛んでる姿はかっこいいからね、うん、かっこいいですね、はい、ということで以上今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして今お聞きの放送サードベース、担当は安田雅史と、あとは講師青野勇気でお送りしております。さて続いてのコーナーは、現在大学でミュージカル科に在籍中の講師くんが見てきた舞台についていろいろリポートしてくれるコーナー、題して今月のプレイリポートのコーナーです。では早速ですが講師くんお願いします。はい、今回は、先月7月5日に、東京は下北沢にありますザ・鈴なりで、上映されていた命ギガ流すを感激してまいりました、はい、こちらの舞台は、命ギガ流すはですね、去年、松尾鈴木さんによって旗揚げされた劇団、東京成人演劇部の作品第1弾の作品となっております、はい、作演出は松尾鈴木さん、出演は、松尾鈴木さん、安藤玉恵さんのお二人、こちらはですね社会問題になった、8050問題を取り上げた二人芝居の作品となっております。講師さん、8050問題って何ですか？はい、引きこもりの子を持つこう家庭が高齢化しまして、こう 50代のこう中高年の引きこもりの子をこう80代の後期高齢者と呼ばれる方にこう差し掛かった親がこう面倒を見るケースが増えているという、こう社会問題のことを言うんですけれども、こう引きこもりの問題がこう顕在化した約1980年からこう1990年代の頃、こう30年ほど経った今、
こう当時のこう引きこもり世代が社会に出る機会を逃したままですね、今なおこう引きこもり続け50代になろうとしているという例が少なくないと見られているそうなんです。なるほど。つまり荒っぽく言うと、はい、80年代に引きこもりであった人が、はい、まあ、もうこの現在では50代になってしまったよっていう問題のことだよ、うんうん、そうなんですよ。そういった人たちがこう今抱える問題として、この生活以前と同様にこう親に頼ることになりますけれども、こう親も仕事をこう退職しておりますし、こう家計もこう厳しくなる一方で、またこう体力も衰え始めて、ながらもこう面倒を見きれなくなって、親子ともにこう世間から孤立しがちになるっていうことがこう問題なんですよ。そのテーマをですね、今回の舞台の中で描いているというのがこの作品、命ギガ流すという作品になっております。そしてね、今回反映させていただくステージに、僕毎回こうランキングをつけてお話しさせていたんですけれども、うん、どうしても少し抵抗がありますので、今回スタッフさんとご相談させていただきまして、はい、今回から講師が選ぶグレートポイントとして改めてこうリポートさせていただきたいと思います、はい、まず僕が選びましたこうグレートポイントはですね、はい、僕自身こう松尾鈴木さんの作品を拝見させていただくのは今回ちょっと初めてだったんですけれども、うん、またこのテーマをこうリサーチさせていただくと、こう8050問題をさせていただくと、こう中高年の引きこもりについてっていうことでちょっと暗い内容になるのかなと個人的に思っていたんですけれども、こうしかしながら僕の予想はもう全然上演後全然すぐに移り変わりまして、こう松尾鈴木さんはこの問題をですね、このシビアな問題を笑いとかこうギャグですね、笑いとかギャグに変えて、こうそういった世界へ誘っておりました。ちょっと言い換えますとですね、こう笑いを取りに行く笑いってあるじゃないですか、うん、そういったものじゃなくて、こうなんか自然に吹き出しちゃうみたいな、こう中高年の方と、そうじゃない方とか、そういった方々がこう会話するときにちょっとした笑いが生まれたりするって、うん、そういったものが感じました。そういう笑いが感じました、もちろんその背景にはですね、その社会問題となっているその8050問題があるんですけれども、そのテーマからこう著しく逸脱することのないこの演出ですね、演出がとてもこう印象に残りました、うん、そして、なんといってもこう主演の松尾鈴木さんと安藤玉恵さんの演技はこう感動的で、うん、こう2人芝居なので、こう2人ともお二人ともこう登場人物のうちこう各々こう複数人演じられるわけなんですけども、うん、中でもですね、こう松尾鈴木さんがこう人物の特徴、すごいこう面白い、なんていうか、人のチャーミングポイントみたいなところをこう抜き出して、そこをうまく自然に見せるこう演技力っていうのはすごい圧巻されました。これがですね、はい、以上がこう講師が選ぶグレートポイントとさせていただきたいと思います。はい、以上、命ギガ流すの、戯曲本はですね、白水社出版で、販売されているそうなので、ぜひお手に取ってみてくださいませ。じゃあ以上、はい、今月のプレイリポートのコーナーでした。スペシャル企画クローズアップ 8.9。 続いては、オープニングからずっと、ご出演いただいております新人女優の青野ゆうきさんが、今回いらっしゃった目的と申しますか。いえいえいえ、そんなお気遣いいただかなくて大丈夫です。ガチでイベントの宣伝に来させていただいたんで。ゆきちゃん、そう言っちゃうと身も蓋もないというか。そうなんですか、知らなかったです。いや、なんか今のね、間違ってないけどね、なんかちょっと腹立つね。そうですよ。全然そんなことないですよね、講師さん。まあ、なんかこうゆきちゃんのイメージ変わったなって思いますね。1ヶ月間マシェバラっていう配信サイトで鍛えられましたからね。そうなんだ、なんかすごいね。じゃあゆきちゃんは、8月9日のこうイベント詳細についてお願いいたします。ありがとうございます。それでは改めて、私青野ゆうきが、はい、初ライブ出演させていただく東京上野ミュージックサマーフェスに、東京上野ミュージックサマーフェスですね。、はい、すみません、ついて詳しくお伝えいたします。はい、と日程がですね、はい、2019年の8月9日の金曜日でございます。今週末か、今週金曜日か、うん、そうですね、はい、はい、でイベントタイトルがと英語大文字で、はい、東京上野ミュージックサマーフェスですね。総勢28組もの方々とご一緒に私も出演させていただきます。はい、東京ドリームテレビさん主催で、うん、上野観光連盟さん公演のオールジャンルのミュージックフェスとなっております。すごい、オールジャンル、
はい、会場がですね、はい、上野公園の水上音楽堂というところで、はい、JR の上野駅の忍ばず口より、うん、徒歩7分ほどで来れるので、駅から本当に近くて、近いですね、うん、はい、アクセスも便利なのでぜひお越しください。はい、確かあれシャンシャンの家の近くですね。そうですね、シャンシャンも。それを見てって感じです。見ながら見ながら楽しみ方がいろいろありそうですね。はい、じゃあ時間は、はい、お時間がですね、会場が12時となりまして、うん、はい、開演が12時30分ですね、はい、そして終演が20時15分となっております。はい、そして入場料が前売りが3000円プラスワンドリンク、うん、当日4000円プラスワンドリンク、うん、そしてなお外国人観光客の方は無料でご招待させていただきますので、ぜひお待ちしております。はい、で主催が東京ドリームテレビさん、略して東京ドリテさんでございます。はい、主な出演者の方が安室奈美恵さんやスピードさん、マックスさんや倖田來未さん、モーニング娘さんをはじめとするハロプロや AKB などのメジャーアーティストの振り付けを担当されているりょんりょんさん、うん、ロマンティックが止まらないが大ヒット CCB のギタリスト、そしてソロとして中森明菜さんに楽曲提供された二人静かや、他にも有名なアーティストさんへ楽曲提供されていらっしゃる J-POP 界のレジェンドの関口誠さん、はい、他にも総勢28組もの方々とご一緒に出演させていただきます。すごいですね。はい、もうでも今回さ最後に関口さんの話出たけど、はい、まあ、僕が出演させていただいた、まあ、22世紀グーアっていう、はい、その映画のエンディング曲のさよならのない世界っていうのも、はい、まあ、関口さんが書いてくださったやつなんで、あ、でもそんな方とやれるんだね、すごいね。すごいですね。ゆうきちゃんがね、まあ、このすごいイベントにね出演させていただくとは分かったんだけど、はい、まあ、なぜライブイベントに、女優志望じゃなかったっけ？そうですね、実は事務所を決める時に、はいはい、役者かアーティストかすごい悩んでたんですけど、うん、私が入った事務所の社長とお会いした時に、うん、じゃあ目標は女優さんとミュージックビデオに出ること、そのために何でもチャレンジするといいよっておっしゃっていただいて、はい、それからもうあれよあれよという間にこの金曜日みたいなんですよ。あれよあれよです ね、あれよあれよ、今めっちゃはしょってる、はい、かなり。でもあれですよね、実は安田さんも去年このイベントのお手伝いに行かれたとか、うん、ああ、いたいたいた、だからなんだろうね、アドバイスじゃないけど、まあ俺も運営の手伝いとして行ったんだけど、アドバイスとしてはやっぱ時期がね8月だから、うん、ね、もう今暑いからのその暑さ対策だったりはちゃんとした方がいいかなとは思うな、うん、そうですね、確かうちの事務所の先輩の佐藤美久さんも出演されるということなんですけれども、なんかこうミクさんと話したりしましたか？はい、ミクさんの去年のライブの映像を拝見させていただいたんですけども、うん、もう本当になんか目線をどこに向けたらいいかがわからないっておっしゃってまして、うんうん、はい、私も絶対本当にステージ立つのも初めてなので、うん、絶対目線にはすごい困るなって思うんですけど、はいはい、でも何よりも楽しみながら ね、 そうですね、そうだね、歌いたいと思ってます、うん、楽しんでいけたら、ね、楽しんでね、そうだね、はい、あと感謝の心もね忘れずにね、やってほしいなと思います、はい、ということでですね、まあ、はい、もうそんなことで、まあ、エンディングのお時間が近づいてまいりましたけれども、まあ、今回の放送皆さんいかがだったでしょうか？皆様からのお便りお願いいたします。info@plus-vox.cominfo@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで、はい、まあ、ちゃんとね無事告知もできたわけだし、ね、そうですね、はい、初ライブの前に初ラジオを超えた感想はどう？いや、もう緊張しまくりましたね。あ、そうした、本当にすごいね、やっぱりみんなやっぱ緊張するから。します、しますします、今もしてます。今もしてる、公式あれでしょ、もう、はい、何回目だ、何回目だ、うん、もう何回目だ、もう、もう結構やってるもんね。そうです ね、 でも、うん、でも安田さんほどやってないんだね、うん、ということで、それではサードベース、はい、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田正史と的場講師、そして青野ゆうきでした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。